はい。大はピュアラブです。工藤会の野村悟総裁に、死刑、田上文夫会長に、無期懲役の判決が出た理由についてお伝えしたいと思います。 えー、今回のこの判決というのは、えー、直接的なね、証拠が何もない、異例の判決となっております。えー、そのためね、えー、工藤会の、えー、野村悟総裁もね、えー、この判決が出た後に、す、え、べ、ー、て推論、推論、 推論じゃないかと、ええー、まあ、抗議するね、発言をされております。ええー、まあ、それぐらい納得ができないということのようなんですね。うん。ええー、それはこのナンバー2のね、ええー、田上会長も、ええー、同じような発言をされております。うん。 まあこの、ヤクザ事案とかでね、ええー、まあトップがこうやって捕まって、えー、判決が降りた後にね、まあこうやってその抗議の文句を叫ぶっていうのは、あんまりないと思うんですよね。うん。まあそれぐらいこの野村総裁と、ええー、田上会長にとっては、納得がいかないと。 いうことだったようなんですよ。うん。まあ一応ね、これ表向きの理由としては、えー、民間人をね、襲うというようなことを、えー、少なくとも4件関与したっていうことでね、えー、まあこれはとんでもないっていうことになって、えー、このような判決になったっていうことが、えー、 マスメディアではね、報じられております。えー、しかしね、この理由であれば、えー、同じようにね、山口組や、えー、住吉会、えー、稲川会とかね、えー、松葉会なども、やられないとおかしいんですよ。うん。えー、なぜならね、山口組も、えー、住吉もね、 えー、稲川も、えー、松葉会もね、その仇に対して襲うようなことはしてるんですよ。うん。だから、工藤会が取り立てでね、凶悪なのかというと、何とも言えないですね、それはね。うん。もう他の山口組とか、住吉会とかも同じようなことをしてますからね。うん。 えー、ではなぜね、工藤会がこんなに、えー、直接的な証拠もないのに、極刑にされてね、えー、まあ、組も壊滅させられるような状態になって、うん、で、本部事務所も売却されるというね、まあ、見せしめのようなことをされたのかと、いうことなんですが、えー それは、ただ一つ、CIA とイルミナティに逆らったからということになります。えー、駆動会はね、CIA や、えー、イルミナティのね、実動部隊として動いていたんですね。えー、駆動会というのは、 えー、CIA やイルミナティのエージェント組織である、ブラック解放同盟ともね、非常に親密な関係で、ブラック解放同盟のね、まあ、九州のドンと言われた、えー、上杉蔡一,一郎さんともね、えー、非常に親密な関係であったと。 言われてるんですよ。うん。なのでね、その CIA やイルミナティの実動部隊として動いてきたということは間違いないんですね。うん。まあ、それ以外にもね、えー、CIA のエージェントの、えー、安倍総理のね、選挙工作にも長年関わってきたんですね。 うんえー、そのことはね、工藤会側からも暴露されております。えー、しかしね、えーまあ、安倍事務所側が工藤会にね、えー、何度もこの選挙妨害とか、えー、選挙工作っていうのを依頼してたんですが、えー、その工藤会にね、払う報酬というのを、えー、安倍事務所側がね、 ま、ケチったわけなんですね。うん。まあ、払わなかったんですよ、あんまり。うん。で、そのことにね、工藤会側が切れて、えー、工藤会を舐めてるのかと、ふざけんなっていうことになって、えー、工藤会がね、えー、安倍事務所を銃撃するということとか、えー、まあ、安倍事務所側にね、火炎瓶を投げるというようなことがあったんですね。 うんえー、これはね、ちょっと、週刊誌にも結構大々的に報じられてね。うん。え工、ー、藤会火炎瓶事件とか。まあ、いろいろ、えー、話題になりましたよね。うん。しかしね、この安倍事務所に火炎瓶を投げた後あたりからね、もう工藤会壊滅作戦というのが始まるわけなんですよ。 うん。がってね、ええー、まあ、工藤会が壊滅させられて、ええー、野村総裁と、えー、田上被告にね、まあ、こういった判決が降りた理由というのはね、ええー、安倍事務所に逆らったからということになりますね。うん。 まあ、安倍総理はね、あのー、桜を見る会の事件とかね、えー、森友の事件でもわかるように、えー、もう、検察を動かせるということはもう明らかですよね。うん、あと、えー、裁判所も動かしてますよね。うんえー、まあ、安倍総理のバックにはね、えー、アメリカ CIA や、えー、イルミナティがいるということはもう、 明らかになっております。えー、がってね、えー、CIA やイルミナティに逆らうと、こんなことになるぞっていうね、まあ見せしめですよね。ご視聴いただき、ありがとうございました。